今日は赤坂にあります小鉢屋さんに来ております。こちらでは完全にマクロビオティックで調理しましたお料理の方をいただくことができます。お話はオーナーシェフであります柴田さんよりお話をお伺いいたします。今日はよろしくお願いいたします。小鉢屋さんの方ではいつも美味しい旬に合わせたお野菜の方をいただけるということで、今一番美味しいお野菜というのはどのお野菜になるんでしょうか。いろいろあるんですけれども、今日はこの可愛らしいかぼちゃを用意しようと思います。このかぼちゃはどんな、どこから、はい、これは九州の普賢岳のふもとで、若い一生懸命張り切っている若い、人たちが作っているかぼちゃなんです。で、またそういうことを応援をしながらお互いに高め合っていけたらなといつも思っております。その一つがこのかぼちゃでございます。ではまた後ほどこのかぼちゃを使ったお料理の方をまた頂戴したいと思います。またどうぞよろしくお願いいたします。ツイッター経由で小鉢屋さんへの質問を受けたまってます。のっしーりさんから小鉢屋さんへの質問になります。店内に陳列されている数々の野菜からは並々ならぬこだわりを感じますが、どのような思いで料理を提供されているのでしょうか。そのお客様がどういうふうにね、野菜に対して思われたかっていうと、並々ならない努力っておっしゃっていただいてますが、実はそんなことはなくて、全くもう野菜をいただいたらそれを調理するっていうことで、ただね、思うのは食べきることね、残さない、捨てない、まあ、それがマクロビオティックの考え方でもあるんだけれども、もう最初まだうちここ始めて9年ほどなんですが、その最初はサポーターみたいに畑で野菜を作ったから、柴田さん食べて、なんとか食べてよって言われたのが最初で、いただくものですよね。いただく野菜はもう本当にきれいにお掃除をして、葉も皮もね、全部食べる、そういうようなことをしていたらば、まあ野菜に対して申し訳なくないっていうか、食べきってあげる達成感もあるんだけど、まあ、そんなところで、それがすごく体に良ければなおいいんじゃないかなと思ってね、ついつい抜きになって野菜野菜って言ってますけれども、そんなに並々ならぬこだわりとかはあまりないです。目の前にある私のところに来た野菜を上手に食べる、っていうようなね、本当に毎日のことですから、あんまり気負った気持ちはなくて淡々としてます。自然体で、自然体こう全部好きですけどね、なんかもう大好きですからね、嫌なことはないんですよ。だけれども、なんかうまく調理ができた時は、無駄なくできた時はやっぱりすごく嬉しい、なんか本望な感じのお互いにっていうところですかね。